私、先ほど金子さんの話がありましたけれども、金子さんのところに、2011年の夏に来ましてですね、その時に来たことを契機といたしまして、そのずっと、測定装置を置かさせていただくことになりまして、でそれ以降、非常に継続してモニタリングということをやらさせていただいたと。でその中で今日のお話が出てきたということでありまして、で今日は川内村というところと、そして南相馬、それからもう一つは相馬のですね、玉野という地域があるんですね。でそこの3点の測定値が出ておりまして、そのデータに基づくものなんですが、玉野とですね、川内については今日はお話しいたしませんが、金子さんには測定データをお渡ししておりますので、また何かありましたらそこを聞いていただければと思います。で、まあ、なんでこんなことに原発汚染に関わったかということなんですけれども、この原発汚染というのはですね、私は環境問題をやっているわけですね。環境問題というのは例えば水俣病とかですね、それから地球温暖化の問題とか、それからあと痛い痛い病とか、そういうものが入っているんですね。地球温暖化も環境問題です。まあそう考えてみますとですね、福島の原子力災害というのはですね、これは世界で初めてのきちっとした、このチェルノブイリもありますけれども、チェルノブイリとは型が違うんですよね。で、福島は海洋汚染も含んでますし、非常に歴史的にですね、大きな環境問題なんですね。これから何十年も続くような大きな環境問題です。まあ、そういう視点からですね、研究者としてやっぱりこれはぜひ研究してみたいということがありまして、まあ、環境問題というのはどうしてもですね、やってる途中にですね、普通の物理学とか数学とは違いますので、現実の生活に関わってくることが出てまいります、まあ、そういうところについてもですね、今日お話しするような立場でですね、関わっていきたいというふうに考えております。まあ、で一番先にこのなんで論文にしたかということなんで、今日エンバイロメントサイエンステクノロジーという形で考えていただいたと思うんで、これは皆さんにとってはですね、なんで日本語で書かないんだとか思われると思うんですね。で、分かりにくいじゃないかと。ところがですね、この今の、研究というのは国際的にいろんなところに持っていって評価してもらわないといけないという問題なんです。で、後でも述べますけれども、田中委員長が言ったのはどういうことかというと、田中委員長は科学論争としてですね、受けて立とうという彼は言ったわけですよね。だから科学論争として飛んでいったことはありえないというのが彼の論拠であります。この後でも触れますけれども、この文章ちょっとそしたら4ページちょっと見ていただきたいと思いますが、雑誌記者の田中さんというところの、規制庁の記者会見の図なんですが、この別の質問欄には2013年平成25年8月に相馬市で基準値を超えた米が出たという問題がありました。で、ということで、もう一つ下に黄色いところで、これは普通に解釈すれば土壌から飛んできたとかというようなものではなく、やはり原発から飛散してきたものであると解釈するのが普通だと思うんですというふうに記者が聞いてますと、田中委員長は随分短絡した議論ですね、そんな簡単に科学できるなら簡単ですが、まず岩波の科学というものを少し読ませていただきましたけれども、深津先生もデータも見ていないのではないですかという議論がありまして、彼は科学論争をしたいということであります。で、だからそれは普通の政策論議とかですね、意見の違いを言うというものではなく、科学論争をしたいということでありますと、どういうことかというと、論文としてきちっと第三者に認まらないといけないんですね。論文として投稿するということは、第三者、裁判官がいるわけですね。で、裁判官がいて、その裁判官がこれは今の科学から見て妥当だと、普通は3名の国際審になりますとですね、3名の査読者、査読者とか裁判官ですね、その裁判官がこの議論を妥当かどうかを判断してくれて、そして初めて妥当であるということになると、この載せてくれるわけですね。それ国際的な研究者をこの裁判官として入れて、で我々の言っているこの今回の相馬南の調査が妥当であるという結論が出たために載せてくれるわけですね。そうするとですね、今度は田中さんはこの論争が違うというんであれば、田中さんも同じ科学論争をする人ですね。田中さんがその議論を論文に投稿して、そして同じく3名の
所属者をつけて、そしてそれを議論させる必要があると。だからこれはやっぱ私たちは科学者ですが、科学論争として受け取ったというところがですね、非常に大きな問題だと思います。で、そのため非常に時間がかかったんですね。科学論争をするために調査が行われたのは2014年の9月でしたよね。で、夏にやらせていただいたんですけれども、それからやっぱりデータを整理したりして国際的にドイツとかスイスとかやり取りしましたので時間がかかってきましてですね、で、つい、今年のですね11月に出たと1年以上かかってるわけで、調査から始めますという、そういう長い時間がかかるわけですね。そういうことですので、一応内容につきましてはですね、今の科学から見て妥当であるということは担保されていると考えていただいたらいいと思います。それが国際審に出した理由なんです。それが金子さんともですね、何回もやり取りしましてですね、早くやしてくれないか、早くやしてくれないか言われたんですけども、そこを科学論争だからということで、ちょっと時間をいただいて、このようなことをやってたということがありました。それで時間がかかったということがあります。で、今日の論文の概要なんですけれども、福島第一原発事故以降、除染作業が進むとともに、かつても帰還事業が進んでおりまして、現在損傷を受けた原子炉の取り崩し作業が進んでいると。本件はこの過程で生じた2018年8月中旬の原発間の放射性粉塵飛散事故について、南相馬地区の住民の皆さんの協力を得て、周知の専門分野の専門家が国際的に協力して解析した結果の報告であるということであります。で、この中の著者はですね、まずスタインハウザーというのは、ストロンチウムの測定をしている専門家です。で、彼は福島でもストロンチウムの研究をしておりますし、世界各国ストロンチウムの汚染をしております。で、この彼がストロンチウムの専門家で、そしてスイスのグループが下に出てきますけれども、ここのグループは今度はプルトニウムの専門家なんですね。プルトニウムをきちっと測定するというのはなかなか難しいことがありまして、プルトニウムの専門家です。で、私の、秋岡ご自身が一番最後になってます。その前に、この広彦石川という名前がありますが、この石川先生は、新添多門という前の先生と合わせましてですね、シミュレーションの専門家で、石川先生自身は、スピーディーを開発されました。スピーディーを開発された研究者であります。で、その新添先生は石川先生 の、 弟子 で、 で現在最も進んだスピーディーを超えるものを使ってこのシミュレーションをやっていただいたということであります。だからスピーディーの問題点とその辺は知り尽くしているというふうに考えていただいていいと思います。で、規制庁のですね、報告の内容なんですけれども、規制庁は3号機瓦礫撤去作業に伴う放射線の敷地外の効果量についてという報告書を出しております。事故の概要なんですけれども、原子力規制委員会の報告によると、2013年8月19日事故が発生していると。で、我々ちょうどですね、8月15日から22日ちょうど1週間ごとに測っておりますので、その時の記録が後で出てきますが、この時に金子さんのところでちょうど測った値があります。で、放射線総量は下記の示すように、この 1.1×10 の11ベクレルというふうに規制庁は推測いたしました。で、この1回目と2回目のこの事故がありまして、1回目の方が 7.3×10 の11乗、2回目が 3.9×10 の10乗で、合計で 1.1×10 の11乗ベクレルで、ということであります。で、この東京電力の報告よりもちょっと少なく見積もってるんですね。80% ぐらい見積もってまして、規制庁というのは若干、より少なめに見積もる傾向があるというふうに思いました。で、放射セシウムの加工量の計算はどのように用いたかと、ここスピーディーを用いております。で、ここにスピーディーによる放射性の拡散計算では、放射性物質とガスの挙動を数問として移動、移流、拡散を計算し、地表近くの近くに到達した後、一定の流速で地中に沈着すると仮定している。
それから3号機の外気撤去に伴い飛散した粒子は形状は不明であるが粗大粒子モードの流形であると想定される、それから、まあ、環境モードによって、この流形分布は生成過程に異なる粗大モード、蓄積モード、核形成モードで、皆さんは PM2.5 というのをご存知だと思います。中国から飛んでくるものですね。その 2.5 PM2.5 ぐらいになるとですね、かなり遠くへ飛んでくることになります。で、粗大モードというのは5から30マイクロンという値で、蓄積モードは 1.5 から 0.5 マイクロンで、核形成モードは 0.015 から 0.04 という小さいものになります。で、大きなものだとどうなるかというと、遠くには今度飛ばないんですよね。大きなものはで、小さなものは遠くに飛ぶんだけれども、遠くには飛ぶことになります。で、粒子の大きさによって非常に遠い距離が違ってくるということもあります。で、3号機瓦礫撤去作業に伴い、飛散した放射性シジウムの加工量の計算では簡単に計算手段としてスピーディーに埋め込み、あらかじめ組み込まれている超遠沈着速度 0.001mps に相当する流形 2.5 マイクロメーターが飛散した粒子の流形であると仮定してということに書いてあります。で、ここはどういうことかというと、原子力規制庁は 2.5 マイクロン1つの粒子しかないと、これは比較的 2.5 マイクロンですから小さな粒子と仮定したんですね。で、これは遠くに飛ぶというふうに仮定しているわけです。で、1つのモードしかやってないということはまず問題になりますが、で、本来重力沈降を考慮する必要がある粗大粒子の拡散係数にスピーディーをそのまま用いることは技術的限界があり、本来計算結果はより近くか過小に、より遠くは過大に評価している可能性があるというふうに、一応このスピーディーの限界点は彼らは認めているわけですね。で、ここの中で、見ると、一番の問題点というのはスピーディーを 2.5 マイクロンしか使ってないでやっているということが一つの問題点と、もう一つはやはりそのこれを実証しようとする何て言いますか、気持ちがないんですよね。例えば、モデルというのはですね、シミュレーションということを考えるときにはですね、 PM2.5 はどのように来るかということを考えたときにシミュレーションしてます。よく飛んでいろんな値がありますよね。で、皆さん天気予報を考えてもらえればいいと思います。天気予報というのは、この低気圧と高気圧がどのように動くかということがシミュレーション今かなり使ってますよね。じゃあシミュレーション 100% 当たりますか？当たりませんよね。で、そのために実際天気予報を観察して地域の天気を報告しているわけですよね。ということは必ずシミュレーションというのはこの観察によって確認する必要があるんですね。観察によって確認する必要がある。で、それはやったのはこの前の昨年の9月、にやらせていただいた実地の調査なんで、その時に、土壌を集めさせていただいたということなんですね。まあ、そういうことが必要になっているわけですね。だから、シミュレーションというのはかなり限界があって、シミュレーションだけではうまくいかなくて、必ずこの何か2つを観測値と合わせて実証実験をやってみる必要があるんですね。で、この次の3ページのところですが、この規制庁が計算した結果、双葉町、郡山3万4000、計算値は144ベクレル、浪江町が580に対して92ベクレル、南相馬福浦が1100に対して12ベクレル、で、馬場が、123に20、南相馬原町が276という観測値に対して4ベクレル。このようにシミュレーションの値は一致してないではないか、大きく全て合っていない、郡山も浪江も福浦も馬場も原町も全部合っていない、だからシミュレーションはうまく予測できていないということは、シミュレーションで飛んでいったとは考えられない、あそこから原発から飛んでいったとは考えられないと彼らは結論したわけですね。よろしいでしょうか。この議論は論点は彼らの議論はシミュレーションだが、もし本当に正しく飛んでいったとしたら、飛んでいたのは正しいんであれば、ここの値は 100% にどこか近くなってくるであろうと、観測値と実測値でよく合うじゃないかと、ところがどこも合ってませんよね。これと
ということは、シミュレーションで飛んでいったという事実自身、この飛んでいったということがなかったんじゃないかと、まさにそこ逆転の発想があるわけですね。これシミュレーションが、でやってみたら合わなかったから、シミュレーションは間違ってという議論を彼はしないわけですね。で、彼らはここの部分はから飛んでいったと考えられないという結論をするわけであります。この結論を踏まえてまとめ、放射性セシウムの実測値が平成25年8月のみ顕著な上昇を示した点は、3国家3キロ以内メートルにある双葉地点だけであった。このだけであったというふうに言うけれども、実は金子さんのところもそうですし、この相馬市のですね、玉野というところでも、我々はそのことを計算、継続しておりますので、まあ、ここの第1点も問題である。で、第2点目の3号機瓦礫撤去に伴い、被災した粒子の流形を 2.5 マイクロンと仮定して、スピードを用いて放射性セシウムの効果量を計算した。で、ここでありますように、平成25年8月に高い実測値を示した双葉町、相馬町について、南相馬、福浦について計算値が実測に占める割は 0.1% であったと。で、玄米の100ベクレルパーケージ、キログラムを超えた地点、おおむね12キロ、おおむね22キロの計測値は、それぞれ30、12ベクレルであった。これらの値は、平成25年度3枚の南相馬の基準値に超過に関する、調査結果で言及された100、1000ベクレルパー平米。これはもう土壌の汚染の値なんですけれども、これも2桁低い値、要するに30と12だからこれはないだろうということで、この結果をまとめてみて、彼らは、この放射能が汚染したのは、この放射能原発から出ていった産後からのものではないと結論したわけですね。で、だから当てない理由というのは、まず一つ、この放射能セシウムのシミュレーションの値と実測値が合っていないという点が一つ。それからもう一つ、このシミュレーションの結果からすると、5000枚が検出されたところには、1000ベクレル、この平方メートルだったら1000ベクレルの汚染がいりますよと。にもかかわらずそこを計算してみると、30と12しかならないから、とても100ベクレルパキログラムという米のね、汚染を説明できないと。だから、この今回の飛散は関係ないという2点の論理を立てているわけですね。よろしいでしょうか。で、まあ、その結果ですね、先ほど言いましたようにですね、原子力規制委員会はですね、この報告を見てですね、かなりいろんな話をしてきてですね、この田中委員長 の議論がですね、特に4ページの最後のところ、田中委員長、ずいぶん短絡した議論ですね、そんなに簡単に科学できるなら簡単ですが、まず、岩波の科学というものを少し読ませていただきましたけれども、小金先生もデータを見ていないのではないですか。この科学というのはですね、いい雑誌なんですよ、非常に。湯川秀樹とかですね、戦前にノーベル賞をもらうような人が書いてた論文でもあるんですね。しかしですね、これは今の現代から言うと若干限界があるんですね。というのは、査読という傾向を得ないんですね。査読というのは何かというと、先ほど言いましたように、科学論争をする際 の行事役というし、裁判官役がいないんですね。だから、投稿したらそれは載ってしまう、編集者のこの恣意定性によってですね、載ってしまうんですよね。ところが、まあ、そこを田中先生はついてこられたわけですね。やっぱり第三者、そういう科学論争だと、仕切りや行事やといいますか、裁判官役がどうしてもいるか、そこを経ていないではないかと。で、そこで私が農水省のデータを見てすぐ思ったのは、例えば小高国のダストフィッターでセシウムの溶出率というのが時間によって違うという、いうのがまずおかしいのだけれども、100% を超えてデータが出ている。122とか102.7とか最もらしい数字が出ているということなんですが、農林水産省もですね、この議論をですね、するときにですね、水産省は行政の報告としてやってるわけですね。で、そこはですね、研究者との違いがあるんです。行政の報告というのはですね、どうでしょうか。第三者のこれ正しかったとかいうのを得ますでしょうか。これ得ないですよね。基本的には自分のが正しくやったら正しくやったという、自分が信じて
それで終わりっていうことなんですね。ところが科学論文ではそうではないですね。自分がいくら正しいと思ってもですね、他から見るとですね、やっぱり間違ってるよと、ここはこうしないといけないよというような議論があるわけです。特にプルトニウムとかストロンチウムとかそういうものについては核論争が非常に盛んですから、日本国内を除いてみるとアメリカとヨーロッパというのは核の軍縮の問題がありますので、もうすぐプルトニウム、ストロンチウムについては長い歴史が研究所多いんですよね。まあ、そういう人たちの意見を得ないで行事役を得ないと、やはり思い込みとか我々のあるかもしれないので、ね、それをどうか何とかですね、強制してもらったりして、より正しい信心に使うという質があるわけですね。まあ、そこで農林水産省の文書なのでというところで、委員長の見解を聞いていないという、聞いているのですということで水かけ論になってしまうんですね、ここでね。だからやっぱりここは時間はかかるんですが、科学論争にして、で我々は科学論争として問題を提起したんだから、原子力規制委員会も科学論争として議論を展開してもらいたい。だから彼らも論文として投稿してですね、きちっとした第三者の査読を経てですね、やってもらいたいというのは我々は思ったことです。で、田中委員長は、今ここに言ってますが、玄米と土壌で、玄米にあった青春137度の日が違う、ここにいろいろ言っておられますが、スプリングエイトとかいろんなこと書いてありますが、客観的に見てどう思うかというと、農林水産省の報告は読ませさせていただきましたけれども、あの報告は結構きちっとしてると思いますね。業界の仲間としてはきちっとしてると思います。で、スプリングエイトを使ったこともここにかなり強化されてて、このスプリングエイトを使われた理由というのは、一番事例として皆さんが記憶に残っておられるのはですね、真須美被告というのを覚えておられますか。ヒ素事件ありましたね。あのヒ素事件をやった時にですね、ごく少量のヒ素がですね、真須美被告の実家で見つかったんですよね。で、そのヒ素とカレーのヒ素がですね、同じヒ素かどうかを見るときにですね、ヒ素の中に入っている不純物があるんですね。ヒ素というのはヒ素だけで存在するものじゃなくて、その中にいろいろですね、亜鉛とかいろんなものが入っているわけです。その比がですね、産地によって違うんですね。それを見るときに、この粒子を見るときにですね、スプリングゲートなんて見れないんです。ものすごく細かい粒子があったときにですね、その粒子を使うのに見えない。だから、マスミ被告をこのきちっと証明できたんです。カレーに入っているヒ素、ものすごい少量ですが、そのヒ素とこの真須美被告の家で見つかったヒ素が同一やと。だから真須美被告はそのヒ素を使ったという論証がされたのがスプリングエイトです。だからそういうことについてですね、田中さんはやっぱりこの、意識的に知ってられるのかどうかわからないんですが、やっぱりちょっと公平でないなという感じしますね。やっぱりもうちょっと国の規制庁の長官ですからですね、もう少し大前事案としてですね、正しいことは正しいとかですね、やっぱり言っていただかないと、やっぱ行事役になっていただかないといけないんですね、規制庁って本来の形は。国の言うのは、行政の言うのはこうだけど、ちょっと行政は無茶やでと、これはやっぱり飛んでったと考えた方がええでというような公平な立場に立っていかない。国民は誰をより同行にしていいか分かりませんよね。まあ、そういうところのところから言うと、若干バイアスがかかっておられるんではないかなという感じはいたします。で、そこでですね、我々の研究になりますが、まず事故の飛散予測ということなんですが、福島第一原発の飛散事故をシナリオに基づいて再現し、当時の気象を考慮し、コンピューターを用いて、やったということです。で、このシミュレーションにつきましては、スピーディーを用いないで、今5ページですが、5ページの我々の研究ところになります。WRF CHEM という最も最新のですね、ものを使いました。で、これにおきましては、気象条件も考慮できますし、沈着も考慮できるものであります。で、さらに137粉塵に吸着された状態で飛散し、平均 4.8 マイクロメーターの直径を持つ粉塵と仮定した。で、 4.8 マイクロというのは何でそうしたかというと、金子さんのところで採取された粉塵の流形の平均値が 4.8 だったんですね。だからそれを使ったと。で、飛散量は規制庁の推測値 1.1 の11乗ベクレルを持ち、放出された放射能は
134セシウムと137セシウムからなり、半減期を考慮して137は全体の 70% である 7.7×10 の10乗ベクレルとしたと。大体あの、このセシウム130は早く半減してますので、まあ、残っているのはほとんど、まあ、あの137になってきてるんですね。でフィールド調査ですが、待機サンプリングはあの金子さんのところとあの、相馬市田物地区川中村での、サンプリングを2012年10月から行っております。で土壌調査ですが、今回ですね、南相馬の10カ所から、採取させていただきまして、ご協力いただきまして採取させていただきました。で分析は、まあ、待機モデルを用いたり、この土壌中のセシウム、プルトニウム、ソンチウムの評価を行いました。で、若干ですね、放射能の話で、難しい問題が出てきたりするんですけれども、もし分からないところがありましたら、あの適当にあのお話いただいて、あの手挙げて質問していただいて結構です。で、放射能放出シナリオですが、どのように放出されたかというと、これはあのかなり規制委員会で、報告が出ております。で、このように、この8月19日に9時から10時、10時に1回大きく出て、13時から14時にもう一度ピークが出たというふうになっております。で、ここに出たのは、原子力規制委員会は、の値を信じましてですね、7.7×10⁻⁰ と推定したと。セシウム137については、7.7×10⁻⁰と推定したと。で、観測値ですが、これはですね、ここを見ていただいて分かりますように、8月の1日から、9月1日までの間でですね、ちょうど、19日に1週間採取したものの中に高い値が見られます。で、その高い値は、正常普通の値の30倍であります。30倍近い値が認められました。そしてこれは多摩の地域においてもですね、同じ時期にですね、こっち側の方もやっぱり、十数倍高い値が見られております。ということですから、これは偶然とは少し考えにくいわけですね、その時期に。で、我々はこのデータをもとに試算があったんではないかと推測したわけです。そして、次に、まあ、こういうことからですね、確かに観測値も計算されたので試算があったんだろうと。で、確実に、この南相馬、田物地域には飛んでいってということが予想されましたので、シミュレーションを用いて検討いたしました。表1、7ページの一番上を見てもらいたいんですが、少し字が小さくて読みにくいかもしれませんが、原町地区がですね、観測されたのが 18.4 ミリベクレルパーデューベということになっております。で、それに対してですね、コンピューターを用いると 5.09 という値になります。それから、田物地区は 0.8383 という、観測値に対して 0.203 という値になります。で、川内村については、0.181 という非常にこのバックグラウンドに近い値ですので、あまりこれは、信用ならないと思いますが、そうしますとですね、多摩の地域、原町地域を見るとですね、1.1 という値が少し低いということになりますので、3.61 倍という、この原町区の値の 3.61 倍というのを使いましてですね、セシウムとストロンチウム総排出量を 3.97×10⁻⁰ と考えたわけです。3.97×10⁻⁰。で、これは、この規制庁は 1.1×10⁻⁰ と言ってますが、観測値に合わないのは絶対値が合わないからではないかと考えて、まず 3.97×10⁻⁰ を想定しました。そしてこの値を用いて今度は、この国の観測点のあるところの値を予測してみました。で、 3.97×10⁻⁰ の排出量を用いて双葉郡の郡山観測地点、浪江、福浦、馬場、原町の観測値を比較した。で、そうしますとですね、郡山に対して表の2ですが、7ページの中ほど非常に大事なところですが、郡山はどうかというと、双葉郡の2万4000に対して702で、浪江でどうかというと420に対して362、それから福浦はどうかというと760に対して570、
馬場81に対して112、原町190に対して116で、ここまで来るとですね、ゴリアムは合わないけれども他の地域はかなり合うと言えると思うんですね。この値 86% から 75%、 1.4、 0.61 ということですが、この値から見ると 4.8 マイクロンの粒子が郡山あの原発が飛んでいったと。そして 3.9 なんか10の11ベクレルというのは観測地点をかなり説明するんですね。このシミュレーションの値でですね、これぐらい合うというのは非常に珍しいことなんですね。だからこの値から見ると浪江、福浦、馬場、原町は説明できると考えられるわけですね。で、合わないのは郡山なんですね。で、郡山は3キロ地帯以内ですから、おそらくですね、4.8 という粒子で説明できないわけですね。もう少し大きくないといけないんですね。で、4.8 より大きい粒子っていうのは、どれぐらいの放射能があったか我々は分かりません。というのは20キロ圏内以内ですから、まあ、そういうところにちょっと入れないので分からないわけですね。で、この結果から見ると、新しいシミュレーションのシステムを使うとよく説明できるじゃないかと。このスピーディーを使った時の値じゃなくて、これを使って予測すると浪江、深浦、馬場、原町は説明できるというふうに考えました。で、次にですね、7ページの下になりますが、今度は流形の大きさを考えてみました。 4.8 に対して 2.5、50というふうに考えてみたんですが、この原町でありますと、この 18.4 が、この観測地ですが、 4.8 にすると、原町の観測地点ではですね、まさに、この18.4、計算できることになります。ベクレル・パーデューベで、それに対して、この2.5 だとゆっくり進行することになりまして 20.8 で、小さな粒子になると遠くを少し過大に評価することになりますね。そして50にすると今度は遠くに飛ばなくなるので6.99とっていうことになってきまして、 4.8 というのは結構妥当なんじゃないかと。原町の金子さんのところでは 18.4 が計測されてて、 4.8 で計測すると 18.4 きっちりやってますよね。で、原町玉野地区ではですね、 0.883 に対して 0.735 ですが、ここもよく合ってるんですよね。だから、まあ、4.8 遠くの値、原町ぐらいだったら 4.8 マイクロンの粒子と考えてほぼ間違いないんじゃないかと。まあ、ただ粒子の中にはこの分布がありますので、大きな粒子から小さな粒子が入ってますが、平均だけではものは言えないんですが、 4.8 と考えて大きな間違いはないということが言えると思います。で、 2.5 というのは若干ですね、この遠くを、この過大評価している傾向がある。今度は大きくすると近くを、この過大評価して遠くを過小評価していることになっているので、やっぱり現象規制委員会はそこの部分の認識はですね、やっぱりあると思います。で、7ページ一番下の結論になりますが、 4.8 マイクロよりも小さいと遠くまで飛散するが、大きくすると遠くまで飛ばなくなる。このことは規制委員会みたいに、またこの値は我々の南相馬での採取した粉塵の流形、ですね、実測とも一致する。まあ、前ページの3表3示すに、おおむね 4.8 マイクロンと考えている。この金子さんのところで採取させていただいた実測値は 4.8 のところにピークがあります。で、まあ、こう考えていくと、ここまでの結論でですね、このスピーディーでなくて最も新しいシミュレーションシステムを用いると排出量が 3.61、まあ、大体 4×10 の11乗ベクレルとするとですね、で、粒子の大きさが 4.8 とするとかなり説明できると。いろんな地域の観測点などを説明できることが分かってきたわけですね。で、じゃあそれを本当に実証できるのかっていうところが問題になるわけです。で、それをやってみたのがですね、次のフィールド調査ということになりますが、まあ、その前に少しシミュレーションの値をお見せいたしますと、
ここでありますように、問題は今回のモデルは粒子の大きさを一つの分布で推定しているが、光源を説明するためには大きな粒子の存在も仮定する必要があるだろうと。さらにモデルを用いた飛散状況を用いると、左5ですね、飛散は南相馬にも影響が存在すると解釈するのが自然であると。で、ここの中でですね、E の地区というのは何かというと、路線前が見つかった地域なんですね、図の5。で、D のところというのは E よりも少し低めになっているんですね。で、こういうところをサンプルすれば、ここで何らかの痕跡が飛んできたという痕跡が得られればですね、確実な証拠になるだろうということで、この D と E のところの点をシミュレーションで予測されたところをですね、この調査したわけです。ここよろしいでしょうか。だからこのシミュレーションをやってみて、シミュレーションの結果だけを信じたんではなくて、その値をじゃあ実際にこのフィードに来て、ここに来て実地に調査してみたと。そして皆さんにご協力を得ながらですね、土壌を採取させていただいたということなんですね。まあ、以上に基づき土壌調査を行った。で、ここの8ページを読ませていただきますが、大気粉塵中の排出源の濃度の特性を表す134セシウム、137セシウムの比を、この採取、時期ごとに求めたが、事故発生時期の8月19日を含む粉塵と他の粉塵の間に比の差は認められなかった。これはどういうことかというと、この度によってですね、セシウム134と137の比が違うんじゃないかという研究者がおられましてですね、でそのことが一つの証拠になるんじゃないかということで、我々は測定したフィルターの比を求めてみましたが、ちょっとなかなかうまくいかないんですよね。でそれは、なぜかというと、その粉塵の中にいろんなものが入っているためにですね、いろんな時期に来たものが入っているということもありますし、比がかなり微妙なもんでですね、なかなか難しい。これは確認することはできませんでした。そこで原発近傍の環境で高いことが判明しているプルトニウムとストロンチウムの2つの核種について測定を行った。これはどういうことかというと、現在のところ福島の原発は、第一原発は幸いのことになるんですが、プルトニウムストロンチウムというのはあまり遠くに飛んでいないと言われています。でそれは何でかというと、このプルトニウムストロンチウムはあまりすぐに蒸発しないんですよね。でそれに対してセシウムとか、セシウムはかなり早く蒸発します。でそのためにですね、すぐに蒸気になって遠くに飛んでいくんですが、プルトニウムはあまりすぐ出てこないために、この大きな粒子として近く原発近辺には飛ぶけれども遠くには飛ばないという、それはかなり今まで調査されてきて分かってきたことなんですね。でそうしますとですね、もし原発から飛んできた粉塵が南相馬で見つかれば、それは原発から飛んできたことが言えるんではないかと。どういうことかというと、プルトニウムとストロンチウムの高い値が見つかれば、環境から飛んできた粒子がここに落ちたということは少なくとも言えるんじゃないかという議論を考えたわけですね。そしてじゃあ D とか E のところをですね、探してみて、それができないか、本当に検出できないかを調べてみたわけですね。でところがですね、プルトニウムとストロンチウムを測るのは非常に難しいんです。で、この粒子がですね、このセシウムというのはガンマ線というもので、比較的この測りやすいものなんですね。放射線の計測でもよくわかるんですが、プルトニウムとストロンチウムはですね、かなりヘリウムとかそういうものを測ったりですね、でストロンチウムの場合はですね、ベータ線というのを測らないといけないので、かなり高度なテクニックがあります。で国内でもそれを 100% ですね、日本でできるという自信のある人はなかなかいないと思うんですね。というのは、なぜかというと、日常的にそういうことをやってないわけですよね。ところがアメリカだと、ドイツとかですね、このヨーロッパではですね、要はチェルノブイリの問題とかありましてですね、そういうことを日常的に自信を持ってやられる人がいるわけですね。そこで、国際的な共同研究者ということで、ドイツの研究者、スイスの研究者、このを入れてですね、研究したということですね。で、その結果ですね、まず
福島兵庫などプルトジウムの値を求めましたけれども、プルトジウムの値はほぼ、その決定的な証拠は得られませんでした。でプルトジウムはですね、ただ、非常にですね、このガンマ線と違ってですね、スポット的にしかですね出てきませんので、運が悪いと捕まらないんですよ、なかなかね。でだからないということをが、あの捕まらないと、プルトニウムから火が変わらなかったということは即ですね汚染がなかったということにならないんですね。で今度じゃあこのここに書いてありますが、アルファ線を出し、まあ、サンプル含まれてどうかの判定は非常に困難であるために検出されないかといって、まあ、否定はできないということです。そこでベータ線源ではストロンチウムについて測定したところ、以下のような結果が出たということで、ここちょっと英語になってますが、これはまず Q のところをちょっと見ていただきたいと思いますが、先ほどの D と E というありますね、 D と E、8ページの5のところの D と E、 赤い色の、D と E ですね。この D と E のところをですね拡大したらですね、ここの図になるので9ページの方ところになります。でですね、1の2というところがですね、ちょうど太田神社の近くぐらいになるんですね。太田神社の近く。で、太田神社の近くと、もう1個、この9の2とかいうのはですね、おそらく公園のところぐらいになると思いますが、馬事公園ですかね、そのところになると思いますが、かなり離れているところなんですね。で、そこについて調べてみますと、10ページですね、解説の部分をちょっと読ませていただきますが、通常核兵器の核実験など、放射能漏洩事故ではストロンチウムとセチウム130の比は高くなる、新しくですねこの原発事故とかなんか核兵器をやりますとですね、ストロンチウムとセチウム130の比は高くなってくる、ストロンチウムの量が増えてきますからですね、環境中のですね、比は高くなるんです。で、我が国においてもですね、1950年から60年代の核実験の影響による放射能では、現時点では非常に汚染量率は低いものの比は大きい。だから、過去の、核実験のデータを見るとですね、ストロンチウムと、このセシウムの比はですね、かなり高いんですね。まあ、絶対量が今、ものすごく低くなってますからですね、あまり顕著ではないんですが、でこのものすごく減衰してますので、セシウムが減衰してますので、今比が大きく、まあ要するに比べてみると言ったら 0.1 と 0.2 ぐらいの、まあ、そういう比なんですが、じゃあそこにですね100のですねこのセシウムが来たとするとですね、比は高くならないですよね。 0.2 と 0.1 の世界で比が高かったと言ってるわけですから、そこに100が来たわけですから、でそこでですね、今度ですね、じゃあ新しいものについてはどうかというと、ストロンチウムは、この福島原発では、シュバンテスが言っているようにストロンチウムは気化しにくいため、多くが原子炉付近に環境中に残り遠距離には飛散していない。一方セシウム130のは気化しやすく、微細粒子に付着し遠距離まで飛散する。福島県内では原発が遠い時点ではストロンチウム検出限界以下であり、セシウム130のみが観察されるために、セシウム90、ストロンチウム90、ストロンチウム130の比は小さくなる。しかし、原子炉付近では環境中ではストロンチウムを存在するため比は高くなるということですね。ということはどういうことかというと、今、幸いなことにここに、この原発事故が起こる前は、1950年代から60年代のストロンチウムとセシウムしかなかったので、セシウムとストロンチウムは比は高いんですが、要するに、まあ、1対2とかそういう割合で検出されるんですが、絶対量はものすごく低くなってるわけですね。そこにですね、絶対量の高いセシウムが飛んできてるわけですから、その高くなったセシウムとそして残ったストロンチウムを見ると比はものすごくちっちゃいですよね。そこいいですか皆さん。そうですよね。要するに10、まあ、ものすごく昔のですね、ストロンチウムとセシウムがある。その2つは比は高いんだけれども、でも実体値がものすごく低くなっているために、新しくセシウムが来たら、ものすごく比は低くなってしまうわけです。ストロンチウムの比は低くなってしまうんですね。で、ストロンチウムの比が高いということはどういうことかというと、新しいストロンチウムが飛んできたということになりますよね。
それでそのストロンチウムに、を探すことを行ったわけです。そして南相馬の地点21点で調べますと、18地点ではストロンチウムは検出限界以下であり、予想の比は極めて小さく、2011年の、福島放射源事故で南相馬までストロンチウムが飛散した可能性は非常に低いと考えられたわけです。で、ここの表にありますようなところで採集しました。しかし3点でストロンチウムが検出されております。その一つは太田神社近く、表の8のページ8の5の E のところに当たりますね。先ほど言いましたあのページ8ページの E のところですね。この E のところで、少し色がついているところですね。で、太田川の近くでありまして、高いのがストロニウム検出された日は 0.04 と高く、現場近くの土壌では、この現場近くではですね 0.1 なんですね。で、そのあたりに非常に近いんですね。で、それ以外だと、もうほとんどゼロに日はなってきますので、おそらく 0.04 という高い値で、 0.04 与えたらどういうことかというと、この表を見てもらいたいんですが、ストロンチウムはですね78プラスマイナス8という値になってますね。他のところは全部検出できないんですが、ここで太田神社近くで検出されてるんですね。まあ、このことからですね、飛散ということだったと考えるのが妥当ではないかというふうに考えられます。で、このように高いストロンチウムの検出が、飛散予測で高い飛散が想定された場所から検出されたこと、シミュレーションで、ここにあるぞというところからですね、検出されたことは、この当初の原発事故以降に被災した再汚染を指示する根拠となっているということですね。で、結論からしますと、我々はシミュレーションの結果、軍人の放射能を測定から、シミュレーション結果に続いてにおける土壌中のストロンチウムの高い濃度、この3点を根拠に福島第一原発から放射能が南相馬地域に飛び散ったと結論したわけです。この3点で、そういうことからですね、あの原子力委員会の、田中さんのですね、見解はやはりこの科学論争として受け入れられないというふうに考えております。で、でさらにですね、米の問題について注意1のところに12ページ見ていただきたいんですが、田中さんは、福浦における米の汚染というのは低いんではないかというふうにおっしゃっているんですが、我々のシミュレーションの結果から見ると、平成26年1月の農林水産省、これ12ページですか、読ませていただきますが、平成25年度3枚の南相馬の基準超過に関する調査結果報告によれば、放射性セシウム加工量1000ベクレルパー平方メートルの玄米の影響を試算すると、100ベクレルパーケージ上昇はあり得る範囲ということになりますが、まあ、こういうことはどういうことかというと、100ベクレル以上のものと考えた場合に、の米の汚染があるためには1000ベクレル以上ないといけないんだということなんですね。で、そしたら、で、農林水産省はその値は飛んでいったと考えられるというふうに言ってるんですが、我々もそのことを示唆するできると思います。ページ7ページの表にもう一回戻っていただきたいんですが、表の2のですね、福浦というのがあります。で、ここで福浦のところで760の値ですね、これは570という値を我々は、この観測シミュレーションで予測しています。で、この福浦の観測点では760、また12ページに戻りますが、このセシウム137について、福浦の観測点でおよそ760ベクレルパー平方メートルの実測値に対して、570ベクレルパー平方メートルが想定されると、まあ、ここで観測点の非常に近い、米の汚染があった近い地域ですが、この全放射能に換算すると、814ベクレルパー平方メートル。の総放射能が降下したと推定されると。で、814ですから、およそ100に1000に近くなったわけですね。だから、このまさに福浦の米の汚染はシミュレーションによっても確認できると考えられるわけですね。
で、炎の隣はおよそ1000ベクレル近く米の汚染がクーラーで検出された事実を合理的に説明すると。で、 YY の値はクーラーの米の汚染をよく説明すると結論されるということです。で、まあ、大体報告はそういうところなんですが、最後にですね、大事な、まあ、研究者として一つぜひお願いしたいことがありましてですね、やはりまあ、今回のことで思うのは、皆さんフォルクスワーゲンの話をよく問題になったのを覚えてられると思うんですが、フォルクスワーゲンの発端というのは、フォルクスワーゲンという非常に大きな大企業がですね、データを捏造してたわけですね。で、それを国もですね、いろんな規制庁も見抜けなかったわけですよね。で、それを、市民の方がですね、ちょっとやっぱおかしいんじゃないかということで大学に相談されたと。その大学もですね、大きなハーバードとかそういうところじゃなくて小さな大学ですよね。そこに相談されて、そこの、研究者が暴いて最終的に上がったと。女性化とかその政権に予測を立てるのに非常に役に立つわけですね。まあ、そういう点から見るとですね、規制庁は少し反省してもらうのは困るし、まあ、そういう点で我々はですね、今回科学論争ということで規制庁から、まあ、ある意味では喧嘩を売られたりというようなことになりますので、やっぱきちっとした科学論争をする必要があったためにですね、皆さん方のご協力を得てですね、この、まあ、フォルクスワーゲンの例ではないんですけれども、皆さん方の、こう少しお役に立ててたというかなというふうに思いますので、このデータについては我々はかなり自信を持ってますので、そこについては信念の問題ではなく事実の問題としてですね持っておりますので、いろんなことを使っていただいても結構です。まあ、以上です。ここからは私が司会させていただきまして、皆さんからの質問ご意見をお伺いしたいとお受けしたいと思います。現在14時40分にまだなってないんですが、終わりに原町まで行ってバスに乗るっていうことがありまして、南相馬市原町区の太田の奥村と申します。大変ありがとうございました。ここらしくマスキーした部分があります。それで今回汚染前出たそのうち、まあ、27が南相馬市に出ましたけど、そのうちの25が私が作った米です。この太田地区、太田神社のですね、南側、そこを10ヘクタールぐらいやった、その中から出たという、大変そういった意味ではこれまでもですね、まあ、解明という分がお願いした分があります。まあ、そういった中で大変まあ、一つ3点ぐらい聞きたいんですが、まあ、今回のこの結果からですね、まあ、ガリキ処理これから本格的になるという分がありまして、まあ、そういった部分で、今後もこういった事例、25年度のような状況があり得るというふうな考えでよろしいのか、まず言って、その部分とですね、もう一つ、これまでいろんな、まあ、新潟大学もですね、25年からそこではいろんな実証をしております。水、そして土、そういった部分、それについては私自身もですね、その中に携わって土壌測定、まあ、私自身は震災の年も米作った人間でありますけども、まあ、そういった中でデータ等も、まあ、だいぶ蓄積されております。ただそのデータ等はですね、あとは農工大含めてやってます。ただ横の連携といいますか、そういった部分が関係者同士の連携が取れてないという部分があります。まあ、今回いろんな形で連携が取られているような感じがしますけども、ぜひその辺をですね、バックデータとして田中委員長のそこにきっちりと物申すためにもですね、そういったこれまでの過去のデータを全て横展開で分析していただいて、それでもって、対抗するという形をぜひ取っていただきたい。それともう一点ですが、まあ、今後もですね、今日の結果でもって全て安心というわけではない、そんな感じもしますので、ぜひまあ、先生の方でもですね、今後ともお力をいただいて、それで小田神社の前でも、島大学でも、
ダストサンプリングやってます。まあ、ぜひそういったものをですね、取り入れながら連携を取っていただいて、今後もぜひそういった研究ですね、やっていただいて、私ども米作る中で、安心できる形に、いろんな意味で、作って、その仕組みを、ね、作っていただきたいと思います。その3点、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先生、お願いします。はい、今後もまず大こういうことがあり得るかどうかなんですけどですね、それはやっぱりわからないですね。だから向こうの工事廃炉が続いていきますよね。でそこのところをきちっとモニタリングしていく必要があると。だからやっぱりこうそれを起こらないようにするための保証というのは経営的な観測モニタリングしかないんですよね。それが第1点ですね。で第2点目、これは非常に耳の痛い問題なんですが、科学者同士の連携というのはですね、できるだけやるように、していかないといけないと思います。今日の件は重々我々も反省しておりますので、まあ、連携が弱いというのもありますのでやっていきたいと思います。で第3点目なんですけれども、今後続けてやっていくということのモニタリングのシステムですね、まあ、それをやっていかれていることなんですが、やっぱり農林水産省のデータなんかもですね、科学論文としてやっぱり出していく必要があると思うんですよね。そのことによって世界のいろんな人に見てもらって評価をいただくという、まあ、これぐらいのレベルなのか、あるいはそういうことが今後アメリカに対してどういう影響があるのか、あるいは福島の汚染前というふうに言ってますが、それは本当に危険なのかどうかという、レベルとしてはそれは高くないんですよね。汚染があった事実がきちっと認めてもらって、そして今後そういうことが起こらないような対策を常にこの住民にお知らせしていただけるようなシステムがあれば安心できますよね。そういうところの信頼感というのを醸成していくように我々も努力させていただきたいと思いますので、まあ、その辺については今後の課題とさせていただきたい。はい、よろしいでしょうか。すみません、今の、ね、質問ではないです。はい、ありがとうございます。質問ではなくてですね、それで私自身23年からのいろんなデータ、土壌測定したデータ、あとは土とか米とかそういうのも25年度のですね、出た時のコメントとかもですね、すべて持っております。ぜひそういったものをもし使うんであればですね、使っていただきながら、発信できる形をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ次、どうぞ。南相馬市の九九浦の渡辺と申します。今後の米作りに関わって非常に大切なばかりではなくて、飛んでくるこういう今後の廃炉までの作業中にね、飛んでくる場合に田んぼだけに飛んでくるんじゃなくて、私たちの身の回りに私たちの頭にも飛んでくる可能性があって、原因をうやむやにしたままということは許されないと思っています。その上でまず一点確認をした上、確認をさせていただいた上で、質問したいと思っているんですが、この先生の資料にありました規制庁がですね、3ページの下の方にあるそのゼンマイの基準値100ベクレルを超えた地点のうんぬんというのは土壌が1000ベクレル以上だよっていうのはとか、あと後ろの方の計算の時にもあるんですが、米にセシウムが残ったのは土壌から吸い上げたものという過程だけで全て評価しているのかどうか、まず確認しています。このですね、農林水産省の報告というのはそのように考えていると思うんですね。私はそこを、読んだことでしか言えないんですが、そのように、土壌に汚染が起こった、それを米が吸い上げたというふうにした場合のことでした。はい、じゃあその上で質問させてください。はい、どうぞ。実は汚染をされた米の一穂の中の分布を見ると、一律にこうずっと汚染されてるんじゃなくて、100粒あればそのうち何粒かだけに限定されているし、それからその上で、まあ、直感的に思っていることは、この8月の中旬から下旬にかけてというのは、特にコシヒカリの出水開花期なんです。で、稲の
一生の中でたった一度だけ、まあ、あの時間も日にちもバラバラにある程度なるんですが、開花した時にあのもみ殻栄養を開くんですね。でその時に直接そのもみ殻の中に入っちゃって、米にはもうそのまま付着したといいますか、吸われたということも私は考えられるなっていうふうに強くあの思ったんですが、そういう点からの検討っていうのはあのされるべきだろうし、されてるのかどうかを確認したいんですけど、すみません、今の点で私からもなんですが、あの金子さんのところの1週間のあたりですよね、30倍っていうのは。ところが、あの粉塵飛んだのは、まあ、わずか数時間の間にこう通過していったんじゃないかと思われるんですよ。ですから1週間の値が30倍っていうことは、その数時間にはどれだけの倍数かっていうことになると、7分の1ど7倍どころでなくて、7倍かける4か、あのもっと時間が分からないからなんですが、この通過時間などを考えると、まあ、相当瞬間的には濃い濃度のものが、あの何ですか、あの陰霧っていうんですか、あの、まあ、横文字忘れましたが、それとトンだとプルームとかなんか、でそういうことも合わせ考えると、今おっしゃられたあの濃度の濃いのがちょうど鼻先のところに飛んだりしていると。あと農水省の調査でも、まあ、葉っぱからの移行などについてもいろんな実験をやっているようなふうに思うんですが、以上です。あの、そこはちょっとあの私はあの、まあ、正直言ってですね、あの稲の花のことがよく分かりませんので、あの、農林水産省の値を読むしかできてません。でそこはあのはっきり言ってちょっと評価できないところなんですね。で、あの先ほどのあの高い値が出たということなんですが、それはあの1週間の平均で見てますから、あの時はこう高くずっと平均して取ってますよね。で1日に、まあ、何千十倍という量を取ってますから、その中の平均値を取ってますが、確かにあの薄まってまるは薄まってるわけですね。だから瞬間に出た可能性はありますね。まあ、そこはねちょっと証拠がないのでなかなか言えないということなんですね。よろしいですか。この田んぼが取られてますけど、そこなんで品種からもね、天皇粒と腰の力でと5割もあって、天皇粒が一番多かったけど、あの腰の力の5倍ぐらいありました。それはだからあの振った時に天皇粒が入れたのかな。でその後で腰の力があの咲いたのかと思ってるけど、その辺のところはまだ分からないですけど、先生は手術はするんですので、そういうことについて今参考までに。ありがとうございます。まあ、そこはあの米のことはよく分かりませんので、連携する必要がありますね。あのそういうまさにあの、そういう農業の開花とかそういう。はい、ありがとうございます。その他ございませんか。あの先生の研究っていうのは、あの規制委員会が根拠にしているスピーデーによる計算のね、この問題点を本当に国際的に評価できる内容でこの研究していただいて、こんにちは。あのこの前土を取ってもらったあの中岡の神野と申します。お世話になりました。それで私もあのずっと結核のをちょっと待ってたんですけど、なかなか来なくて、もう本当はもう半分諦めてたような状態で、あんなにうまいこと言ってるけど、あの人と一緒で、あのいいようにされてるのかななんて私も思ったんですけども、あのそれであの私はほら、あの大谷での近くなもんですから、あのこのストロンチームですか、あの本当にどこで落ちたのか、現実聞きたいんですけど、3カ所落ちたって今話したんですけど、
私すぐ企画なもんで、あの生活してるわけですから、あの本当のことを教えてほしいんですけど、それで私 の, あのこの結果の中には、あのストロークも来たなんていうのは言っていいかとかしか書いてないんです。言っていいかだから何でもないってことを言いたいんだろうと思うけども、本当に落ちたのはどこなのか。あのそれはあの、ここのですね、10ページ、10ページのところにですね、緯度と経度のところがありますので、そこの、それでああのコンピューターに入れれば分かると思います。あ、ここなのかな。あのそういうことで、あの本当は誰誰さんのうちですとかって言ってもらえば、あの気持ちがスカッとするんだけど。いやいや、それはちょっとね、まあそういうことで、あの個人情報ということがありますね。いや、そういうとこに個人情報ってのはおかしい。だってもうそれがストレスになってんだから、どこダメな、どこダメなって、それがストレスになってるわけだから。いや、だからね、ただね、そこで出たからといって、あの他のが出ないという保証はないんですよ。先ほど言いましたベータ線というのは非常にですね、1ミリぐらいしか飛ばないんですよ。だからそこをパチッとこう取らないと言えないんですね。まあそういうのは何回も聞いてんだけど。いや、あの確かにね、あの本当にはご協力いただきながらね、だけどやっぱりあの家族がいて、孫もいて、生活してれば、あの半分は慣れた生活、放射能には慣れた生活はしてるんですけど、それでもやっぱりあの胸の奥、ずっとこう抜けない病気があったの、抜けないものがあるんですよ、やっぱり生活してれば。あの慣れてる、もう慣れた、慣れ食べても大丈夫だなんて思いながら生活してても、でもやっぱりどうにもならないものが胸の奥にあるんですよ。だそれを解決するには、やっぱりこういうふうに言われたらどこなのかっていうのを知りたいのが悪いんですよ。あの、この医学的な面からこのストロンチウムを評価するとどうなるのかっていう、ストロンチウムの量自身はあの低い、非常にあの心配されてるあ、それはだからこれは非常にレベルが低いと思います。でこの調査は健康問題を標的にしたものではなくて、悲惨があったかどうかということを調べたものですから、あの健康には影響はないと思います。で、あのなんていうの、あの事故が起きた後っていうか、少し過ぎた頃から、あのなんていう の, この周りでは結構感じなくなる人がいっぱいいたんですけど、それであのテレビとかまだ雑誌とかでは30年くらいしてからもかんとかそういうの出るとかなんて言ってたけど、でも本当は違くて、あの周りではほとんどの人が感じなくなる人多かったんだよね。あれを解明してほしいなと思うんですあのなんていうの、この放射能が落ちる前の感じなくなる比率と、あの放射能が落ちてからのがんで亡くなる人の比率っていうの、私が思うには、あのなんていうの、あの誰でもががんになるっていうものは持ってるっていうことなので、あのなんていうの、持ってけど、あのちょっと刺激をもらったためにバッと増えるっていうのかな、そういう現状があったのかなと思ったりして、そういうとこ解明してほしいなって思うんですけど。わかりました。先生の専門分野の立場から今日の方向と離れている私は前から話できないんだけど、いや、それでね、あの今川内村でやってるんですが、川内村も南相馬も玉野地区も放射能はそれほど大したことないんですが、おそらく一番問題なのはね、あの高齢化とかですね、あの生きがいの問題とかで、それを失われるためにですね、糖尿病とか、あの肥満症とかですね、それから高尿酸血症、高脂血症がいっぺんに進んでることなんですよね。いっぺんになってるよね。うん、私の友達も、あの、なんていうの、甲状腺っていうがんの人が、それってほら、なんか、子供がなる、子供がなるって言ってるけど、大人でもなるわけだから、で、なんか、検査、ちょっと、会社の診断受けたら、あの再検査で、で、ちょっと大きな病院に行って検査したらしいんですけど、で
されたって言うんだけど、うん、だから先生はどう、このそうだと思うともなんとも言わない、ただ君には嘘つくからねって言われたって言ってきたけど、あと来年もう一度検査してみるんだっていう話だったけど、あの小泉先生は京都大学の、大学院の医学部研究科のトップの先生ですよね。インターネットで見たら一番上にあったと思うんですが、それと今日の報告で見るように、あの国の味方でないことは確かなんですね。科学者として真実を 見極めようとする立場の人です。ですから先生のこう今どっちかというと富の問題が心配だけども、その健康の問題を皆さんいっぱい心配してるんですね。健康についてはね、そういうことについてちょっと一話いただければなと。先生の話終わるまで皆さんから発言しないでください。健康についてはですね、あの金子さんとこにご協力いただいて、玉野地区とこの南相馬川内で個人放射能を測って、食事中のものを測って、待機中のものを測って調べておりますが、それは非常に安心だというふうに、安心なレベルだと思うんですよね。それはもう絶対間違いないと思います。で、問題は、あのそのこともありますが、放射能以外の問題が結構大きくなってきてるわけですね。例えば肥満が増えたり、糖尿病が増えたり、で、がんに皆さん目が行ってるけれども、実は肥満とかそういうことが同時に進行しているというのがですね、それは何でかというと、里山に行けないとか、あの将来に対する不安とかですね、いろいろあってですね、今までの生活ではないですよね。そのことによって、ものすごくこの健康状態、病院が遠くなったとか、そういうことが影響している可能性はあると思うんですね。で、だからそこのところをあのガンガンガンと言わないで、むしろそういうところも目配られた方が、ね、いいと思いますね。で、我々もそこはものすごくあのやらないといけないと。で、個人の一個一個の予防ではダメなんですね。やっぱりこのここにですね、元の生活を戻してもらわないと思うんですね。町があって、工場があって、で、小学校があって、幼稚園があってという、そういう生活でないと、やっぱ健康状態って元に戻らないという、そういう気が非常にしますね。ちょっとまた時間がありましたらですね、あの、やらないです。10分くらいまで大丈夫です。大丈夫です。まあ、それでですね。下に行ってますな。だから あまりがんということを考えないで、がんをね、やるとしたら、がんの診療所だけを作ればいいのかということになりますね。でもそうじゃなくて、やっぱがんだけじゃなくて、もっとこれからですね、老人性腸の問題とかなんかもですね、この要するにケアの問題とかなんかが手薄になるわけですね、この地域は。そこをなんとかしてもらわないと、やっぱりこう、あまり焦点をこう明確に定めてしまうという健康問題ではするとですね、そこだけ注意がいってて、それをやればいいのかという議論になりますから、そうではないんです。やっぱり人間生きてるということは、いろんなものをコンプリヘンシブに、あの包括的にしてもらわないと困るわけですね。やっぱり糖尿病も大事だし、その、子どものですね、いじめの問題がいろいろ出てきますね。そういうものがどういうふうに影響を受けていくのかということをやっぱり考えてもらわないと、あの、まあ、非常に人口高齢化してますので。まあ、川内村なんかだと 30% ぐらいだと、いっぺんに 50% まで高齢化してますから、いっぺんに過疎化が進んでますから、健康状態まで影響があるんですよね。まあ、そういうところは私研究者として、健康問題を扱うものとして、ぜひなんとかあの乗り切っていただきたいと思うんですね。まあ、もちろんがんはもう大事ですけどね。よろしいでしょうか。金子さんのところをはじめですね、食事調査にご協力いただきましたし、それから今回の土壌調査にご協力いただきまして、非常に我々としては勉強させていただいてっていうことなんですが、まあ、その慣れが何で勉強したいかというと、皆さん方にやっぱり還元してですね、あの、まあ、相手に言えばあの少しでもあの役に立ちたいということがありますので、まあ、そういうことですので、今後もですね、あの続けていきたいと思いますので、またあの共にあの一緒にやらせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当、今日あのこういうこのような機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。